はい、こんにちは、スプティワカメと申します。それでは今回から新しいアイワナということでですね、視聴者さんからリクエストいただきました、こちらアイワナビーザペーやっていきたいと思います。ペーになりたいってどういうことなんだよって話なんですけど、やってりゃわかんのかな。なんかね、難易度はそんなに高くないらしいんですけど、これぞアイワナっていうね、なんかゲームらしいんで行ってみましょう。罠とかすごいのかな。うん、まあいつも通りね、セーブデータ1にじゃあ行ってみましょう。初心者用、なんかその難易度高くないってことなんで、調子乗ってハードにしてみます。はい、たまにはねチュートリアルあるな。まあノーマルスタートで行ってみましょう。お、ん、普通にうつけですね。あ、この距離になるとセーブは無効だよってことか。なるほど、行ってみよう。曲、うぅオッケー、わかった。はい、曲が、うちょそうなの、いいねいいね、この感じ。ほんとね、なんか難しいタイトルばっかりになってきちゃったから、ちょっと待ってよ。たまにはね、こういうなんか初心に帰ったようなやつをやりたい。うやばい、これミディアムにしときゃよかったかな。なんで俺ハードとか調子に乗ってんだろう。ちょっと待ってよ。え、いけるこれ。はい、お前も、うやっぱりな。はい、でこういうことね。お前大丈夫、疑心暗鬼になりすぎてさ、死ぬの嫌なんだけど。絶対なんかある、絶対なんかある。ないね、ないの。お前大丈夫、大丈夫。危ね、びっくりした。いいよ、もう一回、あう、いいよ、もう一回行くよ。はい、もう何もないな。はい、何もないね。おーし、え、セーブないのここ。ちょっと待って、おい、おっしゃ、戻ってきた。で、この隣がビヨンってなる。こっち大丈夫？大丈夫？行くよ。あう！くっそ。ペトは何なのか。は、2回目はないでしょう。こっちには大丈夫？あのリンゴがさ、もう絶対なんかしてくる気満々じゃんこれ。え、嘘でしょ、絶対飛ぶよね。え、行くか行くか、もう、えい、何もない。普通に行きたいな。何もないな。え、何もないの。嘘でしょ、絶対なんかある。うっ、ほら、あのリンゴはどういうことなんだろうな。近づいてでかくなるときに一回、え、どうすりゃいいのこれ。撃てば壊せるとかそういう系じゃないな。え、あ、うっ、そうなんの。今のあの飛ぶ感じ、この辺にいれば大丈夫そうだったから、ここまで逃げたい。ここオッケー。で、はい、飛ぶとかやめてよ。あ、やっとセーブ、よっしゃ。ここは今回ね、隠しアイテムとかないっていうことなんで、安心して進められ。またお前かい。え、これ逃げるのかな。そういうことなら行ってみましょう。はい、俺の方が早いぜ。また出てくるとかやめてよ。左から、あう、はい、オッケー、危ね。で、やつがずれ上がるからこれでいいな。で、お前飛ばない。
飛ばない？大丈夫？本当に？行くよ。あう、あう、あぶね。よく反応した今のこれ。絶対なんかしてく。うう、やっぱり。え？おい。あ、もうダメじゃん、こうなっちゃうと。ワンチャン、ワンチャン、あそこに足す乗りできないかな。ここ。はい、無理。よし。ここはもう急いで、伸びる前に行こう。こういうことだと思う。何がある？もう、かかってみないとわかんない、本当に。あっ！くっ！本当、こういう罠で大好きだわ。はっ。あの、おすすめの罠でがあったら、ぜひ教えてください。で、こいつが伸びるから、ここは大丈夫。もう大丈夫。大丈夫？くっ！なんかあるってのは分かってたんだけどな。ほんともう罠が大好きで、遊戯王もね、トラップカードばっかり使ってた。はい。だからサイコショッカー出されたらもうやばいんすよね。あ、また破裂しない？いっちゃえ！よし！おっておって。もうちょいね、進めてみましょう。とりあえずボスもなんかいるみたいなんで、待ってよ。これは普通にタイミング見ていくだけだから、遅い。そうなんの？でもこの手のやつはね、もっときついやつをどっかの78階とかでやりましたから、すぐに飛ぼうとしないで、一緒に引き返そう。はい。オッケー。お前は大丈夫？本当に？お前は？くっそ！な、マジか！やっぱ一緒に引き返すのがいいな。はい。これでオッケー。これで、もう何もなければいける。セーブがない。もうかかってみないとわかんないから、こうやって。さあ、戻ってきた。で、また真ん中が跳ねるから、念のため、この右側も着地はしない。ここ、何のためにあんだろうな。さすがに。あう、あう、ちょ、待って。にゅっ。大丈夫？お前大丈夫？まあ仕掛けさえね覚えちゃえばもう何にも恐れるものないですから。はい、こういうことね。これどうすりゃいいの？おい、普通にこれでいけんのか。あっ、おお、ここもなの。なんかね、スムーズにいければ1、2時間でクリアできちゃうみたいなんですけど、とりあえずね、何本かに分けてやっていきたいと思いますんで。お前大丈夫？いっちゃえ。おっしゃ。まあまだまだ行こう。とりあえずボスがねいるみたいなんで。うーそ。罠が。で、こっちだな。ほんとなんかもう最近、あう。リンゴを見るとなんかもう飛ぶんじゃないかっていう恐怖がね。ありまして。大丈夫？行くぞ。うーっそ。はい、ここだな。ほい。なに、このリンゴがさ、一個でっかいなの、めっちゃ不自然なんだって。おお、そっちなので、こいつが落ちる。お前は斜めに飛んできたりすんのかな、また。え？え？え？はい。で、落ちる。なんか来んだよな。おし。お前は？そんな気はしたよ。なんかもうでかいからさ、一個。
いや、普通に情報に入って死んだ。おし、来た来た。ここで、なんで死んだんだろうな。はい。オッケー。遅いぞ。うう。え、ちょっと、雲なんか、ここもビヨンってなるから、油断も隙もない。うぅ罠の数がすごいな。どこで来る？来た。行っちゃえ。よし！あ、まだ続きますね。どうしよう。あう。とりあえず、次のセーブぐらいまでじゃあ行っちゃいますか。また伸びるから。え？あ、一回戻れば引っ込むか。一回このリフトに戻ってみよう。大丈夫そうだな。お前は大丈夫？もう何されてもさ、ちょっとやっぱそういう風になるのか。もうダメじゃん。くっそ。で、あう。こういうことでしょ？で、こいつどこで落ちた？どこで落ちた？行けそうな距離になったらもう行っちゃおう。この辺で。大丈夫？大丈夫？本当に？大丈夫？この雲当たり判定ない？大丈夫？あっ！またお前！やつが最後の罠であってほしい。この後もなんかあんのかな？あの真ん中の雲あたりで来るから、注意。おーし、戻ってきた。リフトの前の方に乗っておいて、で、奴が出てくるあたりのところで、こう、オッケー。この雲大丈夫？行っていい？よっしゃ！じゃあ、とりあえずセーブ来たんで、今回このくらいにして、次回ここから先を進めていきたいと思います。それでは、ここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。